私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。私の荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。リフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。
ックボンバーを配置しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。こっちは何だ？ M ユニット、機動兵の強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。
つのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンラの計画をボロボロにしようぜ。これは AI コアのリフトみたい。どうしよっか。どれ捨てる？こっちの荷物は強力爆弾ビッグボンバーで、何を捨てるか決まったのか？どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。シンラをぶちのめす姿がミッドガル中に流れるんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい？遠慮しておく。了解。
取り押さえろ。こっちだ。やっと覚悟を入れ仕切り直す。ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。ビッグボンバーを配布しました。ハイデッカ、邪魔見ろ。AI コア、他のも確認して決めるしかないね。AI コアを廃棄しました。うん、いいと思う。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。どうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。できてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん、
戻りはしねえぞ。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。警備の状況は？ビッグボンバーが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。覚悟はいい。結局統括が今から不利用に侵入者と戦闘状態を確認した。冷静に対処すれば必ず勝てる。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断り。あ、行き止まりか。パイプ登れないよね。他を当たろう。出会った。これだ。
誘導だ。最後に勝ちゃいい。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろん、クラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。なんだ？そっちが先か。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。あっちもこっちも面倒ってか。最上級なんだろ。こっちからやんのか。私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。しっかりね。
せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子でいこう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃー、シンナメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった掛け声に心を込めたからね。現在、緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ、俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、さ。まあ、二人とも、よく見てね。行くよ。せーの。緊急ロックモード、解除しました。おっしゃーやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。
然と死んだ。魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃねえか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えん。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが消えた。賢明。さあ、ショーの始まりだ。全市民の敵アバランチ。軍隊との共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。Hit!
Thank you.
ゆっくり。邪魔だ。覚悟は一緒。引き入れ直す。狙って行くぞ。まあいい。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、amazing boss。 大丈夫か？聞こえてるか？
あの時は膝をすり抜いただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな。起きられるか。今度気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体動かせるか。やってみる。どうだ。ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。わかってるさ。なあ、あんた誰だ。誰だ。私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド、楽しもうか。大丈夫かな。よかった。目覚めた。あんたは。エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの。ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここは？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし。お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？